はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。で今回はベストナインタイトルホルダー第1弾引いていきたいなと思います。さあ、とうとうこの時期がやってきましたね。だいたい1月の中旬ぐらいに毎年このガチャが来るんですけど、まあもう1月の中旬なのかと、1年の速さを感じますね。ちなみにスカウトの仕様は、例年通りですね、3、6、9回目が確定で10回目以降がベストナインの選手確定ということで、ガチャの仕様は変わっていません。そしてイベントが対決カーニバル、累計報酬でベストナインタイトルホルダーのね、サランク規約書ももらえるみたいなので、これはしっかり終わらせましょう。さらにですね、通常の追加も来ています。先発と野手1人ずつ追加されているみたいなので、今最強決定戦もありますし、まあ、純正の方は、必須級の選手も多いとは思います。ということでベストナインタイトルホルダーの第1弾のラインナップ見ていきたいなと思います。ということで見ていきたいなと思うんですけど、とうとうスピリッツ3900の時代が来ましたね。もう3ヶ月後にはですね、スピリッツが4000ということで、スピリッツも着実に上がっています。まずはヤクルト村上選手ですね。弾道がアーチスト、ミートが80、パワーが83ということで、デフォルトでミートパワー A になっていますし、どっちも狙うことができます。まあ、毎回言ってますがメイン適性はですねサードなんですけど、リアタイで使う場合はファーストの方が、おすすめできます。特能が超アーチスト、広角回チャンスということで、まあ、文句ないでしょう。現役でね貴重な広角アーティストですし、スピリッツ3900ということで、めちゃめちゃ今使いやすいと思います。続いて阪神青柳選手ですね。9位が80、正規が77、スタミナが81ということで、9位スタミナの A ドッジ、もしくはオール A 狙うことができます。球種も豊富でね、ツーシーム持ってるんですけどシュート方向ですし、特能もですねキレ20丸伸び回タイピンチと、強いんですけど、まあ、球種的にね、抑えるのが難しいかなと思うので、完全にリーグ向けのピッチャーです。続いて巨人坂本選手ですね。弾道が高弾道、ミートパワーが81の A 同値、まあ、文句なしで使いやすいと思います。シリーズ2で弱体化したのは守備適性ですね。シリーズ1は特殊で A にすることができたんですけど、シリーズ2ではですね特殊しても A に乗せることができなくなったので、まあ、ここが痛いのかなと思います。ただ特殊能力めちゃめちゃ強いですし、まあ、スピリッツも3900ということで、まあ最強ショートは坂本選手だと思います。続いてカープは菊池選手ですね。弾道が中弾道、ミートが76、パワーが77ということで、ミート総力の B ドッジ狙うことができます。菊池選手もですね、特殊で守備 A にできなくなってるんですけど、まあ裏捨てはですね SAB ともうとんでもない能力をしているので、まあ適正 A ないのはちょっと寂しいんですけど、まあこれだけの裏捨てがあればですね十分なのかなとは思います。そして中日は大島選手です。弾道が中弾道、ミート総力が82の A 同値、守備適性は、センターが B でレフトライトが C、 裏捨てが BCD ということで、まあ、攻守ですね共にバランスの取れた、選手になっています。そしてオリックス吉田選手です。ユニフォームいいですね。特別ユニフォーム仕様、弾道がアーチスト、ミートが86、パワーが81ということで、完全ミート型ですが、もともとね、ミートパワーの数値高いですし、かなり使いやすいと思います。レフトライトの適性が C、 裏捨てが DDC ということで、まあ、奥なら間違いなくレフトかライトですね。特殊能力が超アーティスト、チャンスか阿部人、特能もですね、シリーズ2から使いやすくなっているので、吉田選手も、まあ、リアタイのね12球なオーダーに全然入ってくる選手だと思います。続いてロッテ増田選手です。9位が81、正規が73ということで完全9位型です。球種が全部で5球種、 B 球種が2球種で、ツーシームシンカーカットボールスラーブと結構ねリアタイでも強い球種持ってるので、増田選手はたまにリアタイでも見かけます。そして同じくロッテ荻野選手ですね。弾道が中弾道、ミートが81、パワーが70、走力が83ということで、ミート走力の A 同値狙うことができますし、デフォルトでパワー B 乗ってるのもね大きなところなのかなとは思います。そして荻野選手守備適性上がってもおかしくないかなと思っていたんですけど一切上がっておりません。通常と同じままです。特殊能力も片目打ち20丸、プルヒッター回チャンスということで、ちょっとプルヒッターあるのがねリアタイでは使いづらい部分になっているのかなと思います。続いて楽天島内選手です。弾道が高弾道、ミートが73、パワー走力が75の同値ということで、オール全同値狙うことができます。そして島内選手といったらレフト適性ですよね。元から BR のすごく使いやすいですし、特能が超チャンス20丸、選球眼界プルヒッターということで、まあ、ここもちょっと荻野選手と同様ね、プルヒッターが邪魔しているのかなとは思います。続いてソフトバンク中村晃選手。弾道がラインドライブ、ミートが74、パワーが69、走力が70ということで、完全ミート型ですね。まあ、中村選手ですね、密かに守備 B に戻ってくれないかなと思っていたんですけど一切変わっておりません。レフトファーストが C で裏捨てが BCD です。
特能が超チャンス20丸片目近い降格ということで、まあシリーズ2からね降格ついてるのはかなり、使いやすくなっている要因だと思います。続いて日ハム堀選手です。球威が78、制球が65、スタミナが68ということで、完全球威型 QA も狙うことができます。まあ、以前ですね、動画でも使ったんですけど、まあ、スラカットツーシームということでそんなにねリアタイで弱くはないと思います。リアタイの枚数足りてない人だったら12球団オーダーにもね、全然入れていいと思っているので、まあね、ぜひ、使ってみてください。そして最後は森選手ですね。弾道がパワーヒッター、ミートが83、パワーが75、走力が74ということで、完全ミート型です。キャッチャー適性が C、 裏捨てが FCC ということで、まあ、キャッチャー適性はともかく裏捨てが使いづらいんですよね。ちょっと盗塁もされやすいですし、まあ、補給も怖いですし、そこが、森選手使う点では、注意すべき点なのかなと思います。というわけで今回はですね、どうしようかな、60連引いていこうかな。まあ、とりあえず、60連引いていこうかなと思います。で狙いの選手はそうですね、基本誰が当たってもいいんですけど、まあ、リアタイで使うとなるとやっぱり村上選手とか吉田選手かな。で、絶対獲得しないといけない選手がいて、まあ、それはやっぱり中村晃選手ですね。シリーズ2の通常を持ってないですし、まあ、降格の中村晃選手ね、絶対に取っておかないといけないので、まあ、中村晃選手が一番の狙いですということで、引いていきましょう。さあとうとう3900の時代来ましたね。もうなんかベストナイン来るともうこの時期が来たんだなと思うな。ということで、ですね、いいクライマックスシリーズ、応援ありがとうございました。ホークスはですね、3位からのスタートだったんですけど、無事ストレート勝ちで、ファイナルも、勝つことができ、日本シリーズね、いい日本シリーズに、進出することが決まったので、来週カープとですね、日本シリーズやっていきます。まずね、ここまで来れたことが嬉しかったですし、日本シリーズね、絶対に勝ちたいなと思ってるので、引き続き応援よろしくお願いします。ということで、10連目は、何もなかったですけど、結構ね通常で欲しい選手がちょっと増えてきたんですよね。今日追加された先発野手の中で言うと石川歩さんがめちゃめちゃ欲しいんですよ。シリーズ1ちょっと取り逃してて、いやちょっと石川選手いないのきついなと思ってたね、矢先に来てくれたんで石川歩さんがものすごく欲しいんですよ。シュートが高速シュートにね、シリーズ1から変わってるんですけど、その変化がちょっとでかすぎて石川 M さんは絶対に最新シリーズの方が強いです。ということで、最初の確定ですね。マジ一発目でアッキーラ引けないかな。マジで中村選手が一番欲しいし圧倒的に欲しい。まあ、あとはそうですね、まあ、先ほど言ったけど村上選手、吉田選手は欲しいな。逆に極みにできない選手って誰かいたっけな。基本ね全員極みにできると思うんですけど、誰かいたっけな、多分いけると思う。ちょっと後で確認してみます。さあ確定外からは来なさそうな演出だったんで、まあ、来ないでしょうということで、最初の確定いきたいと思います。いきなり奇跡を起これ。おお、堀選手、堀選手なー、ここ最近もう動画で使っちゃったんだよな。今ですねざっとラインナップ見てきたんですけど、多分全員極みにできると思います。青柳選手だけ A ランク5枚いたかなーっていうのがちょっと微妙なラインだったんですけど、多分5枚、残しておいたはずなので全員極みにできますね。ただ菊池選手とか、まあ、あと大島選手とかは、TS とかねセレクションの方がちょっと使いやすい能力してるんで、すぐ継承するかと言われるとちょっと微妙ですね。もうぶっちゃけ中村晃さん、さえ取れればね、満足なので、枚数にもよりますが、まあ、ミキサーもね、視野には入れてます。まあ、あとね確定外から来る気が一切しない。まあ、あとはすぐね、対決カーニバルのイベントを終わらせて、まあ、累計もね、早めに引きたいなと思ってるんですけど、あまりにも演出が渋くない。一切来る気しないんだけど、これ飛ばないしね。さあもう最悪ですね、幸先の悪すぎるスタートということで、今回ちょっと一旦ラストにしようかなと思います。まあ、多分追加引くと思うんですけど、まあ一旦ラストということで、先ほど言った3選手ですね、3選手が当たれば個人的には神引きですし、まあ、吉田選手もね、能力が変わったシリーズ2使ったことないので、まあ、吉田選手も早く使ってみたいということで、庄司くんが笑ってちょっといい日本シリーズ進出を祝って神引きさせてほしいな。さあ確定外からは来ないと思うんで最後ですね、確率でいうと12分の3かな、あんまり高くない確率ですけどいけると思います。お願いします、神引き来い。
おわー、先ほど言った継承するか悩んでた菊池さん、